中野プロパティマレーシア中野です。本業がちょっと忙しくなってきまして更新が遅れたんですけども、って言ってる間に無事1000人登録達成しました。ありがとうございます。ということで、今回もぶっちゃけということでですね、センセーショナルなタイトルでと、英語留学意味なしということでね、お話したいと思うんですが、今回はね、まあ、1000回なんで、しっかりと、もうセミナー級のというか時間もしっかり、お話しさせてもらいたいと思いますので、はい、聞いていってください。まあ、今回の内容としてはね、英語習得がメインの目的ならちょっとコスパ悪すぎる、意味ないんじゃないかというぐらいね、ちょっとネガティブな内容から入るんですけれども、で中野もですね、留学してました、昔ね、その時と比べてとかね、で実際留学してほしい目的、私としてはですね、本当のワールドスタンダードっていうものをね、学んでほしい、経験してほしいっていうことと、まあ本当に大事なこと、親の意識、本人の意識とか、とはいえいい点っていうのがやっぱりしっかりあるので、来る意味は十分あるとは思うので、そのあたりのね、まあ英語勉強しに来るんじゃないというところの意識改革じゃないんですけど、まあ私自身が昔留学した、もう9割5分の、目的も、英語を習い、英語を喋れるようになりたい、ただそれだけで行きましたけど、まあ副産物がね本当は多かったなというのは後になって気づいたんで、最初から分かってる方がいいかなと思って、そのお話させてもらいたいと思います。はい、ということで、まずね、ご存知の方もいるかもしれないですけど、分かってる方もいるかもしれないですけども、英語習得のね、メインが目的ならコスパ悪いですよという話ですね。学費自体がですね、まあピンキリだっていう話はよくさせてもらおうかと思うんですけども、まあざっくりだいたい年間50万円から、学年にもよりますけどね、まあまあ、200万円ぐらいのところ、もうちょっと上もありますけども、このあたりとしてで、ってなってくるとですね、あとまあ100万円、人によりますけど100万、150万、200万ぐらい足していくと、トータル年間でね、お子さん一人ででもですよ、150万から400万ぐらいかかりますよね。Wow. まあ片や日本でね、英語を勉強するという話になったら、今ねスカイプオンライン英会話、なんてのもありますんで、これもいろいろピンキリありますけど、それでもまあ留学に比べたら圧倒的に安いですよね。まあ1ヶ月6000円ぐらい、のところが、まあまあメジャーどころなのかなと思います。この辺のレアジョブさん、 DMM とかね、まあこのあたり有名かと思うんですが、まあ月30回、で、6380円なので、まあ1回200円程度というね、はい、いうのが大体相場なのかなと、普通の英会話で。まあフィリピン人さんって言っても綺麗な英語ですよ。まあまあ、あの普通に綺麗な英語、大卒、大学行ってる子とかですからね、1回200円程度ので、年間毎日ですよ、毎日ね、毎日やったとしても、月6000円、年間7、8万程度ですよね。これ掛け持ちしたってかける2ですから、15万4個4回掛け持ちして、その英語の、なんていうかな、英語漬けにまあまあできますよね。帰ってきたら30分かける3回4回してれば、まあかなりタフですけど、しんどいですけど、これもでも慣れですから、うん、そういうね、帰ってきたら英語のあのお姉ちゃんと おじちゃんと喋るもんだぐらいのね、意識になれば、はい、そんな無茶なことではない、はい、それでまあまあ、あの英語はある程度というか、あのスカイプ英会話かなりしっかりやってから来てる子とかかなり素地ありまして、まあまあ最初の授業、学年にもよりますけど、授業もう分かるっていう子も結構いますんでね、はい、英語だけだったら。であとはマンツーマンですからね、はい、授業だと聞いてるだけですから、これは言い過ぎですけど、でもかなりの部分でほとんど聞いてるっていうところが大きいので、あのマンツーマンで喋るわけではないですから、圧倒的に効率いいですよね。はい、この記事ありっていうのは、このリンク貼っておきますので、さっきのリンク、はい、あの他社さんの記事ですけどね、はい、リンク貼っておきます。で日本で学習するので、昔と違って、今ね SNS でね、友人、チャット友達、お話しする友達、あとはそういう、まあ、昔だったら本当ペンパルみたいなね、手紙のやり取りという、もう超効率の悪い、1回書いて、うん、1ヶ月待って返事を待ってみたいなね、うん、そんな世界だったと思うんですが、今だったらもうあの LINE でも WhatsApp でもチャットで SNS で、はい、
Facebook でも、あとはまあ趣味からね、インスタとかでもね、友達ができたりするような時代なんで、私、これ、1996年当時ですけどね、Yahoo 掲示板みたいなのあったんですよ。あれでもなかなかそんな友達にたどり着くというのはしんどかったですね。私はまあ変な話、女の子の方が当然引きはいいですから、日本の女の子のふりしてですね、チャットをして英語を勉強したというね、歴史もあるんですけども、黒歴史ですね、はい。で次ですね、まあ白人英語ネイティブではないと、まあここは一応この後プラス面もあるんですけど、今はネガティブな、はい、理由として、マイナス面の理由として挙げますが、マレーシアだとですね、トイックで言うと大体900点から950点程度の人がまあマジョリティかなって感じなんですね、はい。ほとんど満点レベルの人もいます、まあまあいますけども、はい、社会人で大きな企業、弁護士とかそういうね、言葉が大事な仕事をしてる人は本当にうちのパートナーもそうですけど、多分あの人満点取れるんじゃないかなっていうようなレベルの人なんですけども、とはいえ満点ではないですよと。だからもっと具体的に言うと、私ぐらいが大体最低レベルですけども、はい、私よりちょっと上でも映画とかね、洋楽とかね、ハリウッド映画全部完璧にわかるかっていうと、そうではないっていう人がマジョリティな国なんですよね。日常生活全く問題ないですけどね、はい、英語十分勉強できますけど、なのでコスパが悪いと、はい、もうそれだったらもうここにやっぱり出てきますけど、もう日本ではオンライン英会話でいいんじゃないかと私は思います。英語だけがね、単純に勉強したいならね、はい。でまあ、一応私の留学してた経験を紹介すると、1996年当時ですけども、はい、3ヶ月だけアメリカに留学してましたよと。でそれだけ、行って、3ヶ月でどうなりましたかと、英語がですね、多分行く前測ってなかったんですけど、550点か600点程度、600点程度の、はい、ちょっとまあ大学生で得意な方かなぐらいだったんで、が730点に伸びた。でも、マルシアに来るまでに、920点になってたのは日本国内で、点数伸ばしまして、ここで130点伸ばすのと、730から920点伸ばすのは全然、当然そっちの後の方がねしんどいんですけど、それは日本国内で、座学でやりました、はい。まあ、時間もかけましたけどね、それでも全然可能なんですよというところで、留学してた時ですよね、当時スカイプなんてなかったですよね、はい。アメリカ行ってね、向こうでね、国際電話1回1000円ぐらい最低かかっちゃいましたよね、はい。だからしょっちゅう電話もかけれないと、スカイプとかね、 LINE みたいにね、日本の友人ともできないと。でも、それでも、当時はですね、メールも、大学のなんかシステムのコンピューターに入って、英語だけの管理画面からなんかコマンド、プログラム入力してメールを送るみたいな、アルファベットだけでね、日本のね、同級生とメールをやり取りするみたいな、ローマ字でね、だから、こんにちはみたいな感じで入力したりしてね、やってたんですけど、うん、それぐらいもう日本語環境がなかったですから、はい、英語漬けになれましたね。まあというふうにやったというのもありますけどね、ルームメイトを日本人から外してもらったりとか、自分の周りから、日本の友達はもう一切排除したりとか、まあ、それは大学生だからできたんですけども、はい、それぐらいまあ効率よくなんとかね、いった。でも、コスパはそれでもまあ今と比べたら圧倒的に悪いですよね。3ヶ月で結局全部で150万ぐらいね、親に負担していただくということになりましたから、はい、まあ甘えた学生ですよね。まあ当時はね、そういう人多かったと思うんですけど、うん、まあ英語だけだったら意味なしとはっきり言ってしまったんですけど、なんでじゃあ来てほしいのかというところで、本当のワールドスタンダード、世界はこうなんだよというのをね、まあ若いうちから体験してもらうって絶対得だなというのはね、すごい大人になって思いまして、皆さんもね感じてるところだと思うので、具体的に言うとですね、海外で生きる、日本人以外と付き合うということですよね。時間の感覚、まあまあざっくり言うとルーズですよね。バス、電車時刻表ないですよね、はい。日本人みたいなあんなきっちりしてる人いないですね。金銭感覚、まあ、金銭感覚もそれもそうですね。逆にこっち来ると、はい、案外、付き合う、留学なんかして付き合う子からすると、
日本人より金銭的に余裕ある子の方が多かったりするんじゃないかな。すごいお金持ちとか、びっくりするようなお金持ちとかいますから、はい、あとはでも、まあ、ふと道端歩く と、そういう屋台とかね、ちょっとローカルなところ行くとびっくりするぐらい質素な、生活してる人も世の周りにはたくさんいますから、その辺の金銭感覚とかね、うん、あとは職業感覚とかね、まあ、子供のうちからですね、まあ自分の前にいる教師も一職業なんだというところで、まあ、夏休みは完全に休みますし、まあ、プライベートと教師の時間をしっかりしてますし、はい、そういうね、まあ、日本にいると結構他の、世界だとのマジョリティな考え方と違うことっていっぱいあるので、そういうことをね経験できる機会を若いうちから持ってていいのかなと、はい、宗教常識が違う友人と付き合うというところですね、はい、食べれる食事も違う、はい、そうですね、豚お酒食べれないとかね、はい、まあ、そもそもなんか香辛料が違う、全然違う、こんなの食べてるのかみたいなのをね、子どものうちから体験してもらうのもいいですし、はい、お祈りというものでお昼抜けるとかね、いうような感覚とか、はい、そんなことは日本だとそういう友達と出会うこと普通ないと思うので、はい、かなり常識が、行動パターンの常識が違う、そういう友達がね、はい、いるかなと思いますし、まあ、大人になってでもそうですけど、子供のうちから、まあ、人を動かす感覚が様々というか、記事前に書いたんですけど、これ後でリンク貼っておきますけども、そういうね、宗教、民族によってマレー系の人は下手に出た方がいいですよとかね、これは後でしっかり読んでおいてください。中国系の人にはね、メリットを与えてやるといいですよとかね、はい、あとはまあここにはインド系の人は書いてないかな、はい、そういうですね、単一民族の日本人では考えられないぐらい、あ、民族ごとに宗教ごとに、あ、人に何かやってもらおうと思ったらやり方が全然違うんだみたいなね、そういうことを体験してもらうとか、あとはネガティブなことも正直うちは言いますんで、いじめというものですね、はい、あります、絶対にあります、こっちでもあります、数は圧倒的に少ないと思いますし、ないことはないです、はい、でもその質が違うというか、はい、まあ日本のいじめって本当ちょっとこう特殊だなと思うんですけど、何気なくね、悪気なく物がなくなるという、まあこれも宗教的な元から来るものから来ますよね、はい、やっぱり人のものって言ってもね、自分のもの、みんなのものっていう感覚があったりするので、逆にその子のものがちょっとなくなっててもあんまり腹を立てないんですけど、というようなものがあったりとか、はい、一対他、クラスの中でね、一人対その他っていうようなね、なんか分裂してしまうようなことは、まあ日本だとよくあると思うんですけど、こっちだとあまり聞かないですね、はい、もうグループごとに、宗教ごとに、民族ごとに、数人ごとにクラスの中でももうなんていうか分かれちゃってるんで、はい、まあその中でちょっとこういざこざがあったりとか、そういうものがあったりはしますけども、はい、っていうような、何でしょうね、まあ、これいじめって究極言うと人付き合いの一種ですよね、その辺の感覚がやっぱりちょっと違うのかなというのがあったりとか、あとはまあ部活ですね、うん、私これ結構注目してるんですけど、日本で、まあ、私もそうなんで、体育会系男子というか、まあ、文化系でもそうですけど、一つの部活、一つのものにあれだけ時間とコストをかける子供ってあんまり他の国で聞いたことがないというぐらい、ここに書いてますが、うん、プロを目指すわけでもないのにあんなに野球をやってる、吹奏楽だけをやってる、その他その時間もったいない、他いろいろね、まあロボテックだったりとかいろいろ文化系体育系含めてですけど、なんか、行事、地域の行事、ボランティア、いろんなことね、経験する時間なのかなと思うんですけど、子供って今となればね、私も思う、私ももうずっと運動部でずっとやってた、一つのことずっとやってたタイプなんで、うん、これも記事に書いてますけどね、はい、この記事は日本は異常、はい、日本のような全てを捧げる部活はないと、こっちではね、いろんなことをね、体験できる、こんなことを週に1回やったりとか、季節ごとにね、スポーツこういうことをねやったり、音楽やったりとか、うん、いろんなことをやって、あ、得意なこと、好きなこと、
そういうことをね、発見するのが子供のうちは大事なんじゃないかなと思うんですけど、多分それがワールドスタンダード、どこでもそうなんですけど、はい、うん、それがないのがね、まあ、それがいいと、一つのことをずっとやるというのはね、まあ、忍耐力がつくとかいろいろメリットも当然あると思うんですけど、まあ、それがワールドスタンダードとはちょっと違うんじゃないかなと、その辺の体験してもらうこととかね、まあ、治安もそうですよね。治安はマレーシアは適度に治安はいいと言われてます。はい、どっかの記事に分かりやすく書いてましたが、シンガポール100点とすると全日本は90点95点ぐらいかな、それから来るとマレーシアは80点ぐらいかなと言えると思うんですが、なので、まあ、ひったくりとか銀行から出てきたところとかは、日本だったらね、まあ、200万円の札束持っててもあんまり気にしないでしょうけど、マレーシアで200万円相当の札束持って外に出るってなかなかちょっと考えられない、相当怖いことなんですけど、はい、そういう常識が違ったりとかしますよというところですね。はい、でじゃあ大事なのは何ですかというところで、私もこちらで8年、インターナショナルスクールの、ご案内をしていて感じるのは、やっぱりですね、うん、親の意識、本人の意識ですね、うん、本人の意識となってくると、もうやっぱり自我が芽生えてしっかり何かを考え出す、最低でも中学生以上になってくると思うんですけども、まあ、それまではやっぱり主に特に親の意識ですよね。はい、親がね、なんていうかしっかりね、その計画立ててやってる人はやってるんですよ。この子が将来こういうゴールを、に達成するためになるために、まあ、職業でもそうですけど、はい、この子はこの年までに英語はこれぐらいのレベルになってないといけない、まあ、コミュニケーション能力も含めてですね、はい、いろんなことを経験させておかなければいけない、ってなってくると、マレーシアには、この年からこの年ぐらいまでいて、でこれでまあまあ、そのまま海外にいる選択肢もあるし、もし日本に帰るなら、日本の大学の何々の何学部に帰国するにはみたいなことをね、まあ、そういう学勉強だけじゃないですけどね、やっぱりいろいろ考えてますよね。はい、まあ、その辺がやっぱり大事なのかなというのはすごい感じますね。確かにここにも書いてますが、学費年間50万のところから200万のところ、4倍の差があるぐらい、当然サポートは全然違いますが、それでも学費がね、なんていうかすごい抑えめのところ行っても、やっぱり親御さんがしっかりしてるところはその子の何を成長かというところはあるんですが、その子もしっかりしてますし、はい、しっかりしますし、うん、学位がいいところ行くと、まあ、ほっといてもじゃないんですけど、いやらしい話ね。まあ、でも学位が高いところ行かせる親って大体意識高い系の方が多いですから、うん、っていうのはありますけども、まあ、一番大事なのは本当に親の意識、本人の意識、はい、本人がやる気になってれば、親がやる気になってれば、明確なゴール、ある程度ゴールを持ってれば、はい、そのゴールに向かってどん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 進んでいけますし、単純に英語だけじゃなくてね、社会をしてとかいろんな面でね、あ、この子すごいなっていうような子になっていることが多いかなという気はしますね。はい、積極的に関与しているところですね。うん、まあ、一番悪い例で言うとというか、やっぱりまあ、なんていうかな、うん、親も子もいやいや来たみたいなところがあったりして、はい、あんまりその子どもの成長にあんまり興味がないっていう、ゼロっていうような方は当然いないですけど、その度合いがね、やっぱり差があるので、その辺もね、はい、意識がもし変わってくれたら、こっちに来てね、そういうお子さん、もうそれこそ 親御さんもそうですけど、そういうね、成長に大きく影響するんじゃないかなと思ってます。はい、でタイトルに英語学習留学は意味がないと言いましたけども、とはいえ本当にやる気がなくてもというか、本当にいやいや来てもというか、うん、まあ来たらなんとかなるぐらい、もうこっちにもう完全にお任せぐらいの感覚で来てもですね、マレーシアに来てもですね、まあそれでもやっぱりね、環境を変えるというのはね、うん、なんかありますよね、人生を変えるには環境を変える、友達を変える、付き合い人を変えるみたいな4つの変える、そのうちの1つが、まあ、この環境を変える、住むとこを変えるなんで、うん、マレーシアに、まあ、来てさえくれればですね、程度の差はあれどですね、マレーシアは初心者英語を聞いてくれる国民、これって案外少なくて、多民族国家なんで、
下手くそ英語、みんながさっき言ったように完璧英語じゃないので、はい、隣に住んでる人が完璧英語じゃないというのを理解した上でコミュニケーションを取りやってるので、なんか鬱陶しそうな顔されることないんですよ。私がカリフォルニア行った時は、はい、何やこのイエローなんとかね、イエロー、はい、何言ってるんだこいつはみたいなのでね、無視されるみたいなことはちょくちょくありましたけど、まあ、それが当たり前だとは思ってましたけど、そういうことがほとんどないですね、マレーシアだとね、はい、聞いてくれます、はい、喋ってくれます、英語が下手でも。で、一つ、プラスアルファメリットで、まあ、最初のうちはそれどころじゃないでしょうけど、ある程度英語できてきたらね、中国語も習得できる環境がありますよね。中華系が2割5分ぐらいいますんで、で、まあまあ留学とかね、お金持ってる我々それなりに所得のある日本人と付き合うような環境にいる人って大体中華系なんで、そういう人には中国語で話しかけたら中国語を勉強する環境はいくらでもあるので、これは対フィリピンでは無理ですよね。まあ無理というかほとんどないですよね、そういう環境はね。はい、私が案外今回の、セミナーで一番大きかった、言いたかったことなんかもしれないんですけども、お金で解決できるなら、まあ、ちょっと下水ですけど、ここ赤くしている通り、お金で解決ある程度できることなんですよね。マレーシアに来させる、留学させる、お金がないとできないですよね。はい、なんかいやらしく聞こえるかもしれないんですけども、はい、日本でもそうですよね。私立私学に行かせる、語学学校、英語学校、英語塾に行かせる、はい、塾に行かせる、有料な参考書をいっぱい買う、これってお金で解決してる。お金がなかったらできないですよね。うん、まあそれが、まあただ程度が違うだけで、お金で解決近道って親だったら当たり前にね、子供に提供してあげたいものだと思うんですよ。なので、本人が本当にやる気が仮になくても、まあ地頭が弱いとかね、うん、例えばその英語学習とか何か勉強するということが全く興味がなくても、もうただ環境を変えてこちらに連れてきてインターナショナルスクールに行かせる、お金でいいところに行かせる解決すれば、ショートカット近道であることは間違いないと思うんですよね。うん、これってなんかお金持ちだけのいやらしい特権みたいになってるかもしれないんですけど、まあ、これ塾行ってるってね、そういうお金が全くない人に比べたらみんなやってることであって、参考書だってそうですよね、はい、お金がない人からしたら、うん、図書館行ってやってる子も極端な話いるし、もう他の日本だけじゃなかったら、他のね、いろんな国で目を向けたら学校に行けない子だっていっぱいいるわけですから、その辺でね、まあ、お金で解決できることならお金で解決してあげてもいいんじゃないかなと素直に考えてもいいと思うんですね。高級車1台買うと思えば、うん、全然、うんね、まあ、親御さんの親の、うん、ただただ趣味でお金が消えていこうと思えば、お子さんにねこうやって時間とお金を費やしてあげるっていうのは全然いいことなんじゃないかなと思いますし、はい、あとはですね、生活環境ですね、うん、特にトイックなんかは試験がの点数はどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、生活環境テストなので何か、注文の仕方とかが問題に出たりとかね、例えばグラブ、タクシーに乗り方、乗る時とか全部ね、できればお子さんにやらせてあげてほしいと、はい、レジでお金払うとかね、挨拶もそうですけど、はい、なんか他の家族との挨拶もそうですけど、そういう機会って日本だったらないですよね、そもそもね、はい、でもこっち来たら親が全部やっちゃうんじゃなくて、子供に何かある程度できるだけやらせてあげると、それも全部英会話というか生活経験なので、そういうこともできますよと、まあ当たり前ですけど、うん、で東南アジア近辺を回りやすい、はい、エアアジアの拠点で、今はちょっとコロナで難しいですけど、うん、この近辺の国はね、いろいろ回りやすいですから、はい、週末旅行とか全然行けますし、うん、いい点ですよね、はい、であとは、まあ、スイッチを入れられる感覚というところですね、はい、結局私もそうなんですけど、さっきの、中野の留学というのもそうなんですけど、アメリカで3ヶ月行って、得た英語力って、結構意識高くやってた大学生、日本人避けてやってた大学生、もうこもりっきりでずっと勉強してた大学生で、このレベル
しか述べてないというところなので、でも結局英語もそうですけど、伸びたのってその異文化に飛び込んで、あ、英語やりたい、喋れるようになりたい、この人らとコミュニケーション取れるようになりたい、将来仕事をしたいというねスイッチが入ったんで、うん、スイッチが入ってね、日本に帰ってきたら、うん、いいと思いますし、うん、そういうところがね、やっぱり旅行では難しいかなというところで、はい、留学というところでね、はい、こういうところも親の影響誘導大きいんじゃないかなと書いてるのは、やっぱうまい親御さんは、うん、何かこうお子さんとのコミュニケーションが多くて、ほらね、ここで英語できたらほら楽しいでしょとか、さっき言ったように、あの注文やらせてあげたりとか、なんか手紙書かせてあげる、あの環境を置いたりとか、はい、まあ、部活とかもそうですけど、子供を乗せるのがうまいというか、はい、あ、ほらこんなに前よりもできるようになったよね、すごいよねっていうのを一緒になってね勉強してあげてるとか、そういう親御さんがねスイッチを入れてあげてる、やる気スイッチですよね、はい、テレビ CM である日本のね、はい、そういうのが多い強い親御さんにも、そういうことができる環境なんじゃないかなと思います、はい。最後に今回は、まあ、ぶっちゃけ企画、ぶっちゃけ英語留学意味がないんじゃないかというタイトルでお話してきたんですけども、これらの、まあ、私のマレーシア留学に対する考えは、記事にしてます、東洋経済オンラインで、もうだいぶ経ちますかね、当時2015年に、取材を受けてるんですが、基本的な考えは、はい、変わってません、はい、もっとより深くね今日お話しした内容ですね、はい、記事にしてますので、そのリンクも貼っておきますので、またねお読みいただいたらいいかなと思います。ということで、はい、今回はねちょっともうセミナー級に長くなりましたが、中野プロパティマレーシア YouTube 1000名登録突破記念ということで、まあ、ぶっちゃけ英語留学、英語だけの留学は意味ないよという話でさせていただきました。ちょっとロックダウンも、ほぼ MCO、移動制限も解除され、本業が忙しくなってきて、なかなかね、YouTube 更新する機会ちょっと減るかもしれないんですけど、登録しておいてもらったら、またリアルな不動産、学校情報、公開していきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。それではこれからも有益な情報をご案内していきたく考えてますので、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。